こんばんばはあごめんはい、こんばんはー。<ー>いやー、面白かったですね。いや、面白かった。むちゃむちゃ早かったね、90分。そうですね、まあ、ちょっと見れなかったんですけど、あの後半、ジェフの始まっちゃったんで、前半しか見てなかったですけど、やっぱあのセレッソの、 J1 の質っていうかクオリティですね。なんかやっぱ日本代表の選手がいる、ね、元日本代表かもしれないですけどね、日本代表の主力選手がいるっていうのがま,あま,あまず J2 にないですからね、これはなかなか違いましたよ、ね。いやー、面白かったですね。まあちょっと予想50で言ってたんで、ちょっと外れちゃいましたけど。ど 結果として惜しかったね。勝つんじゃないかと思っちゃったもんね。<laughs> じゃあもう行ってみましょうか。いえいいきましょう。じゃあ今日はスタメンスタッツの振り返ると、われわれの見たポイントですねお、振り返っていければなと思います。はい、えー、昨日行われました2月の26日土曜日ですね、おセレッソ大阪ホームの、えー、京都参賀戦。 まあ前半、竹富がコーナーキックのこぼれ球を押し込んで先制するも後半開始早々に乾にいかれてまあ清武からのスルーパスですよね。いかれて結果、その後オープンな展開になったんですけど1一1とでスタメンの方は3が予想通り当たってましたね、予想スタメン。前節と同じっていうだけなんですけどね。<laughs> <laughs> そうね、前節通りだったね <laughs>。 でセレッソはちょっと外れて、ブルーのメンデスじゃなくて、ワントップで清竹をトップ下に置くような感じでしたかね。あと、ジェフ出身の鳥海が左に入って、まあ、やっぱり石、はい、コがいたところを西を左で埋めるっていうよりも、こっちの方がしっくりてきてたのかな、パスの出だしといって。まあ まあ鳥海君ちょっと応援してるんでね、ドキドキですよね、<laughs> <んか S 1> そうね、うん、最後コーナーキックのあ鳥海めちゃくちゃ印象に怒ってたけどね、<laughs> いやー、フィジカル強いっすね、やっぱり、ね、あの顔で意外とあるんですよ、ね結構男前ですよね。で とまあ、ボール支配率もセレッソで、シュート、えー、枠内シュート89本になってるけど、ちょっと、8本だったかななんか5-0で勝つって言ったくらい <laughs> <laughs> ちょっと間違ってますね。枠内シュートごめんなさい。えー、っと、9本ですね。9本。まあ、上福本がむちゃくちゃ防いでたから、9本でしたと。うん、まあ、結構シュート、決定的なチャンスとセレッソ大阪多かったですね。 走行距離見ると、まあ、118キロ3が走ってて、一節よりも少し2キロぐらい減ったのかな、まあ、対してスプリントは今日さっき見てた限りだと、えー、今シーズンの J1 始まってから一番多い241回でしたと。うん、で、まあ、その他は、まはあ、見ての通りですが。 いやまあすごい面白かったね。ちょっと次のポイントいっちゃいましょうか。なんかコブラさん気になるとこありますここまででいや。ないないないのでいきましょう。<laughs> じゃあちょっといきますね。はい。えー、ポイント5つ挙げてますと、J1 の質、先制点、システム変更、失点シーン、交代カード。でちょっとこれ、動かすために一旦 戻しますすが、まあ、やっっぱの質だねねこれは、ね、本当大きかったですよあのあの結構低めのビルドアップからどうも前半ですけどね,ねあのやっぱりこうちょっと間延びしたところで乾、ね、と清武がスペースを持って剥がせるみたいな状態が多かったんでそこからなんかもう自分でショートカウンターみたいなのを作ってるようなねそんな感じでグイグイいっまったよね。 うん、やっぱ清武乾を抑えられなかったねでやっぱ長短ともにだけど、まあ、パスの精度が高いしキープするし剥がすしまあ本当に川崎武田松田辺りは捕まえきれてなかったですね乾清武をやっぱねあの京都のハイプレスってかなりアグレッシブにいってたところ 剥がしてくるんで、うん、相当、ねね、走らされてたんじゃないかなっていうところあります、ねそ,うね、そうですねこれだからこの丸橋と松田がかなりサイドで幅取ってで清武とか乾とかはもうバンバンサイド散らすまあ原川もそうだけど散らすもんだから、まあ、やっぱり結構走らされてるな追わされてるなっていう感じが前半の前半は多かった。 からハイプレスはまんないなっていうのが、うんうん、見て取れましたね正,正直あの1点目入るまで勝ち目ねえかなと思いましたよね、<laughs> 雰囲気はね。ねなかなかやるところがな,、ね、なんかったですね。でまあ、先制点のところちょっと映るんですが先制点、コーナーキック、松田のキック去年、コーナーキックからの得点ってほとんどなかったんだよね。うん でセットプレーやっぱりいけてないなっていうのはずっと昨年も言われてて得点源として乏しかったんだけどまあ昨日の試合見ててもやっぱり今回アッピーとメンデス浅田、詩かこの辺が結構高身長が多いとやっぱり武器になるなって思いましたね。 大前取った時にとき、ね、と1 9 0センチみたいな人がいっぱい増えたんで、まあ、そっちにもセットプレーで重視いくのかなと思いましたよね。<laughs> まあ実際ほかに,、ねうんねまあ、にも惜しいシーン、あのー、セットプレーあったんで、まあ、今年、やっぱり継続的にここはあの注目ポイントですね、まあ、プラスさっきコブラさんも言ってくれましたけど大前のセットプレーのプレースキック。 精度高いですから、ここはちょっと引き続き楽しみなポイントですね。まあ、コーナーあのスポットのところ、ちゃんとボール置いてほしいですけどね、お前選手にはね。<laughs> <laughs> ねジェフ戦でね、あのコーナーのスポットからだいぶ離れたところから蹴ったっていうやつありましたね。3点目、システム変更。これ 後半の途中あ前半の途中、先制点する前ぐらいかな、あのー、セットプレーのタイミングで川崎呼んで、松田天満呼んでみたいなのを長期時間とか何度かやっていて、でここ変えたんだよね。うん、浅田を中にして、メンデスを左に張ったように最初見てて、まあ、ーバックの並びを変えたのかなと。 思ってたと、まあ、その前、この中原に結構浅田がやられて中まで入ってこう、えー、とマイナスのクロス上げるとか、えー、シュート打つとかいうの結構あったんで、まあ、そこの中原のスピードを気にしてメンデス左サイドバックにしたのかなと思ってましたけどよくよく多分あれ見てるとこう3う5五2みたいな感じになってたんですかね。 松田をウイングバックにして豊川をインサイドハーフにして豊と竹富を前線並べるみたいな多分途中からこういう形に変えたと。でこれで松田陸に松田天満が当たって丸橋に白井が当たるみたいな構図にしたのかなと。まあサイドのところ結構やられてたんでね。 これは今年見れる形として面白いなと思ったんだけど、どうですか、コー,プラーさん,、うん、多分あれですもんね、フォーメーション噛み合ってなかったってところと、出所もね防げてない中で、サイドの、えーうん、ところで突破を許したってまあなんかちょっと来こう前、こんなフォーメーションやってないですよね。 去年はもうバイスと浅田2センターバック、飯田、荻原、ここはほとんど変えてなかったんじゃないかな、4バックは、うん。だからなんかね、そういう引き出し仕込んでたんだなっていうね、あの、びっくりしましたけど。うん、まあ。あとこの井上っていうのもね、センターバックできるし、長、まあ、井もできるし、この辺もスあの3バック、4バックともに対応できる要素だし、荻原も高い。 ウイングバックでもいけそうなんで、まあ、3−5 にちょっと使ってみてもいいのかなっていうのは感じましたね。まあどっちにせよ中で最後守りきるみたいなシーン多くなっちゃうんで、まあ、その点からも真ん中に3人置いとく、うん、で最後5バックになるみたいなのは、まあ、J1 の戦い見てると致し方ない部分かなというのも感じましたね。うん、で後半に入ってえっ、ー 豊川に変えて永井を入れましたので、ね、永井が左のウイングバックに入って、松田元のインサイドハーフに戻るみたいな感じかな。で、失点シーンだけど、早かったね、張監督、後半開始15分まず集中してっていうコメントが放送される前に失点しちゃってたけど、どうですかね、あのシーン。まあ、そうですねあの、そこまで見てたんですけど。 やっっぱちょっと <laughs> 長い選手ハイライトで見たんだね。中井選手のバックパスがちょっとずれちゃったっていうところからの、うん、形が整ってないところから、あの人、うん、に来っていうところですけど、ね、やっぱりそうすると、あれですよね、清武選手がやっぱこうまいんで、ポジショニングが、うん、あの受けやすい形に持っていくるんですよね。でそこ多分浅田、田さん浅田選手が見えどこまで見えてたかですね。 ちょっとね、中原選手に気を取られてるような感じがあったんであったんで、そ,ね、そこでちょっと乾選手が入ってきた後のパスコース作ってしまったかなっていう感じありますけどね。ね多分、うん、長井から松田かな面ですかね。に送ろうとしたパスを加藤武樹に渡っちゃったと。まあ、ここまず1個ね、このマイナスのパスを。 渡すと、まあ、そりゃチャンスになるなっていう感じなんで、ちょっと長い、ここ、警察だったなっていうのは、まあ、1個目ですかね、うん。で、このあと、分コブラさんが言ってたように、ごめんですが、加藤に行くっていうときに、浅田、ちょっとこっち側、裏気にしたんですよね。中原多分走ってきてたのかな。走ってた、で長井選手も戻ってきたんですよね。ついてた。そうね、長井も戻ってきてましたね。ちゃんとそこはケアされてたんだけど、ね、 裏来たらまずいだろうちょっとこうね、浅田が中に絞るというか、サイド、まあ、前半から中原にボコられてたんでね、そっちの方が気になったのかな、左足に重心乗るようなところで清武に入って、まあ、そのままこっち流れて、乾が裏から入ってくるとそうこっち浅田選手がね、下の方まで行くじゃないですか、乾選手がこの。 そうですね、こうバーってこの辺までいくね。そうそう。浅田選手はこれね、あの、中締めなきゃいけなかったんで、ね、右にこう打つなきゃいけなかったんですよね、今度。そうね。中央の方に、上の方にずれて、そ,ね、そこにパス通された感じにな,なってましたよね。で、清武はもうこっちに流れそうなところを左足アウトで、ポンとこう、イースルーパスでしたね。で、犬、白井うまくついてきてたけど、うん うんまあギリギリ縫いがうまく押し込んだっていう感じでしたね気になったのはこう長いのまあ軽率なミスと浅田・メンデス・アピア・タウィアのこう関係性とかなのかな距離感の取り方まあねちょっとね攻めようとしてたとこだったんでね、うん、やっぱちょっと人形的にはまあかなりきついですし、まあ、まず あんまりこうね、数的同数みたいなことに中央でなってましたから、そうね。それでメンデスが加藤ちゃんとピン止めしてますから、こう前にも横にも出れない状況をしてるから、うん、うまかったですよね。それで京岳に出れば、乾の、うん、あそこのランもね、すごかったですけどね、そうね、そこのスペース狙っていくんだっていうところに、そうね、ね左の方に走ってたら、多分間に合ってますもんね。 うん、そうだね。もう一回なんかしないといけなかったですけど。もういや、でもおしゃれなパスだったね、清武も。おしゃれだし、あのままス,、ね、ス,スライディングしながら打ちました、っけシュート、うん、そう、ね、あんなのもね、やっぱちょっとそこも質、まあ、一番のところにありますけど、質のところもありますね。いや、そうね。あそこでスペース、清武に与えると、まあ決定的な仕事されるね。うん、うん。まあ。 あまあ、よくこの1点で不正だっていうのはもう上福本の, <laughs> あのファインプレーのおかげなんだけど。ね、ピリオマギアなんかもやばいのありましたよねそうね。ちょっとじゃあ失点シーンはこれぐらいにして、ちょっと戻しますね。この試合あの、まあ、セレッソの交代カードちょっとそこまであの触れないとして、最後、まあ、 自節以降っていう点にはなると思うんだけど、やっぱり、あの、前線のカード結構少ないですね、今。まあ、マルティノスがコンディション不良なのかな大前も前回ちょっと足引きずって交代して、その後ベンチにも入らず。宮吉、あとは誰だ山崎か。宮吉、山崎はルヴァンを含めてこの3節一度もベンチ入りしてないので、 まあやっぱり結構前線の選手が少ないなっていう中で今回はフォワード登録田中和樹君だけだったのだよね、うん。でまあそんな中でも交代カードうまく切って結構後半オープンなスペースになった後もチャンスも多かったかなと。でその交代カードの切り方について最後触れていきたいなと思うんだけどえーとまず誰から変わったかというと川崎に変えて 金子良、まあ、かったですねあの、うん。安定感あるなって思いました。やっぱりこのボランチンサイドハーフどっちもできるし、最後のところ、えー、とペナルティー役にも入るみたいなチャレンジもあったし、シュートも打ってたし、なんかいいプレーできてたなっていうのが一個感じましたね。で、その後は何があったんだっけ その後は、白井に代えて荒木が入ったのかなちょっと待ってくださいね。そうね、白井に代えて荒木が入りましたと。ウィングバックのところに白井下げて、そのまま荒木が入ったのかなで、荒木も良かったね。あの、右サイド崩してるシーンあったし、一回丸橋に止められたのかな うん、っていうところがありましたね、山中だったか、もうあの時には。で、その後に、松田天満に変えて、井上力人を入れましたと、これも岡山から来たセンターバックの選手ですけどで、その時に金子を前のインサイドハーフに上げて、井上アンカーにしたと。で、これ井上アンカーは前回、ルバンでも出してて、 まあセンターバック、アピア、浅田、メンデスのどこかに変えることもできるけど、井上、アンカーで使うっていうのは結構主流になってくるのかなという印象を受けました。まあ、特に福岡、三沢っていう中盤の選手がいない中なんで、まあ、井上アンカーっていうのは役に立ちそうですね。実際この裏を丸端に取られててたシーーンもう井上がババッとカバーして、えー 守りきるみたいな、まあ、彼のカバー力の強さみたいなところもよく出てたんで、これも一個、形としては良かったですね。で、最後に竹富に変えて荻原を入れたんだけど、荻原入れたときに、永井が右に回って、荒木がツートップに入って、荻原が左のウイングバック。 みたたいなな形かなで原はやっぱり攻撃力ありましたね左サイド、あのー、キンキンに攻めてたし逆に荒木2トップの前に入っても、えー、攻めきってゴール前まで顔を出すみたいなところは本当良かったので、まあ、フォワード少ない中だとこの荒木、荻原みたいなのを最後のジョーカーとして使っていくっていうのがしばらくはまあ,ある話なのかなという感じで見てました。 この辺は小村さん見てなかったんだっけ全然見てないですけど、なんかいろんなポジションできるんですね。なんかポ,ポリバレントな感じなそうね。うううそうなんですかそういうふうにしたんですかね。どうなんでしょう。そうね。まあ、荒木は本当、そうだね。最初サイドバックやってたのかなウイングバックもできるし、サイドもできるし、実際ツートップもできる。 前線でも使えるんで、まあ非常にユーティリティ高いね、あと永井もこれ、アンカーもできるし、サイドもできるし、センターバックもできるうで、なんかね、打線、ね、病院感がある中では、そういう選手が複数いるのは、すすごいい大きいですね。そうね、まあちょっと最後、永井が脱臼してたのかな。 だからちょっと心配だけど、次、まあ、節またルバンすぐにあるしその次は岩田との昇格税対策対戦になるけど、うん、まあちょっとこのあたりうまくメンバーマネージメントしながらちょっと3 − 5 2っていうので岩田戦も行ってもいいんじゃないかなっていう気もしましたけどねうんあ今回はそんな感じですかねでも、まあ、でも面白かったねねそうっす、ね、なんかね。 あ,あれですね序盤はやっぱ試合数多いから、で、この状況なんできついっすね。う続くんでそうね。そうね。ちょっとみあんま見てないから分かんないけど、ジュビロも2人退場者出してたからね。まあ本当。退場者もね、ちょっと J1 すごいっすよね。もうそうね。このままいくつも予選病院化してるし、<laughs> <laughs> まあみんなのとこは大変だね。うん。 ちょっと基準が少し変わったというかね、新しくこう選手制がかかるってやつがあるんで、ね、っていうのはあるかもしれないですけどね。そうね、3が比較的まだカード、レッツ戦も出てなかったのかな、今回も1枚出てたけど、ま,あ、まだ大丈夫そうね、本当、レッドカード出ると試合崩れちゃうからね。 うん、あのーそう、そうなんですよね。やっぱそれ,それもあってか、今 J1 もね、全然こうどこが抜け出すかって分かんなくなっちゃってますもんね。そうね。F1 が多いだろうかな。うん。柏しうとかしわ、今。ィッセル、神戸とかはもう全然まだ低迷してるからね、勝ててないからね、試合数多いのに。そうなんですよね。なんか面白くないそうですけど。 そうね。まあちょっと引き続き、まだまだ面白そうね。カオス感が強そうね。J2 かって思うよね。J2 っぽいっすね。J2 <laughs> <laughs> のカードがあんま出てないっていう、なん謎な。ジェフのカード出てない。<laughs> ちょっと次回は、ジェフの辞説、どこだっけ ?JF 山形ですね。山形今日勝ってたね、30で。まあまあ、なんかね、やっぱね、アンドル、あの、 中盤の底と、あとは新戦力がね、あの、は面白かったんで、どういう風に組んでいくかなって、あとはちょっと、その試合でちょっと怪我したかもみたいな感じの雰囲気もあったんで、それもどうなるかっていう、楽しみですけど、んなんか、ね、今回の今節の感じだと山形もなんとか、去年なんかね、ダメだったんですけど、山形は、山形に対しては、3-1、ね、と引き分けかね、 まあ最終で負けたのと引き分けだったんで、まあなんかジェフもねサウダーニアしかり、うん、高木しかり良さそうだったし、サウダーニアねプレビューでね,ーーねーーん時間って絶対入りますよこれ、ねブラジル代表だっけ本人がそこにかかってる時, <laughs> 時間って言ったんですけど、はい、ベルミーノと変わったのかな冬休み中に。 冷中にね。リバプルの目が離せないですね。そういった意味でとね。<laughs> <laughs> じゃちょっとまた今週後半にプレビューでちょっとそのあたりも聞かせてもらえればと思います。はい、はい。じゃあ、今晩はこんなところですかね。はい結局長かったね。そうね。ちょっともうちょっと時間短くしようか。短、うん、くした方がいい。そうね。<laughs> はい。では、ありがとうございました。失礼します。